よっちゃんからもライン来たわ。銀河の果てから連絡来た来た。銀河の果てから連絡来た気分だぜ。おめえからありがとうなんてよ。泣きって来たわ。なんだろうな、こいつの独特の言い回しは。銀河の果てから連絡来た気分だぜ。おめえからありがとうなんてよ。ひえみたいなこと言うな、こいつな。できたきちん、あのさ、俺よくさ、最近さ、放送でモノマネするじゃん。でも、女のクレヨンしんちゃんと男のひえのモノマネって、絶対に受けないっていう、俺の中で、ひえの声真似して受けてる人見たことない説。じゃあ、おめえら、じゃ試しにさ、おめえらがさ、俺が全部責任取ってやっからさ、おめえらがひえのモノマネして、今俺の G メールで送ってこい。クソ寒いから、マジで。男のヒエ。男のヒエのモノマネほど寒いもんねえじゃん。ヒエのモノマネ選手権やんべ、一回。クソ寒いから。ヒエのモノマネ選手権。だから俺は、ちょっと、ずらしたジョルジュ・サオトみたいな、声も様みたいなさ、そういう、そんなキャラいたっけっていう人って、比較的やりやすいのね。声も様ジョルジュ・サオトね。でも、ヒエはやっぱちょっと、みんなの耳に残りすぎててさ、あと、やるにしても、悟空とかやるにしても、ちょっと、砕けて言うみたいな感じだけど、真っ当な。ヒエのモノマネ選手権来たわ。やっぱね、俺と言ったらヒエのモノマネ選手権じゃん。エントリーナンバー1番。もうどうなっても知らんぞ。巻き方を忘れちまったからな。な、寒いだろ。もうどうなっても知らんぞ。巻き方を忘れちまったからな。おな、うめえ、うめえ。もう、ま、あ、うまいわ。言う、ゼル戦な。お前たちがいつも見ている地上の火遊びなんかじゃない、魔界の炎の本当の恐ろしさを今見せてやるぜみたいな。初めて黒竜派打つときな。あ、違う、 V だ、 V 戦だ、 V 戦だ、 V 戦だ。すげえ。もうどうなっても知らんぞ。巻き方を忘れちまったからな。ようこれ送ってきたら、ここのシーン。もうどうなっても知らんぞ。巻き方を忘れちまったけどな。だって。今すごい絶賛されてるじゃん。一気にみんなが手のひら返して叩くようなコメントを俺が打ってあげようか。この人ね、幼女に手間のためです。それを聞いてみて、今みんなどう思う？ほらね、そうなるんでしょ。人間の心って本当に簡単に、あれできるんだろうな。今も幸せにこいつは生きてます。残念ながら。今日初めて米部固まるほどの死ね弾幕が流れたわ。から送られてきました。ヒエのモノマネ選手権。ヒエのモノマネ選手権。お、次も来た。ヒエのモノマネ選手権。いいな、ありだな、ヒエのモノマネ選手権。な、こうなるだろう。これでやっぱその受け狙おうとするとダメなんだよ。真剣にやらなきゃいけない。真剣に。お前これ遊びだと思ってんだろな。あ、俺たちマジでやってんだぞ。ヒエのモノマネ選手権を真剣にやってんだぞ。なあ、もう一回聞けよ、こっちのお手本見せるわ、みんなに。命かけて送ってこいよ。もうどうなっても知らんぞ。巻き方を忘れちまったからな。もうどうなっても知らんぞ。巻き方を忘れちまったからな。もうどうなっても知らんぞ。巻
き方を忘れちまったからな。なんでこいつヒゲのモノマネこんなうめえんだよ。なんでここで開花したの、才能が。なぜお前その優しさをちょっとでもその子供たちに分けてあげられなかったの、その熱意を。ゴンも怒ってるぞ、はっきり言って。こいつさ、羽馬ライダー選手権でも上手かったよな。こいつ羽馬ライダー選手権でも上手かったよな、確か。意外な才能があるのかもしれない、モノマネの。ジャガンの力を舐めるなよ。一番寒いパターンだよこれ。見てみんな、これ何回も聞かせれば。お前今しめろこれ。ちゃんとやればやるほど滑るっていう。でもそれがいい。ジャガンの力を舐めるなよ。いいね。お前でも俺がフォローするわ。お前はあれだよ、背中に切り傷はつかなかった。お前は正面から切り合って、ただ切られて今日死んだんだよ。いいんだよそれで。お前の男らしさ俺がムクロ拾うわ。うん。お前真面目にやって負けたんだからしょうがねえじゃん。お前勝ったんだよ、ある種。勝負に負けて試合に勝ったんだよ。かっこいい死に様だったよ。お前に子供がいたら今日この日を忘れないだろうな。うちのお父さんは、1万人の前で、ヒエのモノマネを披露して、ものすごい滑ったんだよ、つって。お前武道館でライブして、ヒエのモノマネして滑ったのもんだからな。恥を知れよ。1万人の前でお前は今、ヒエのモノマネして滑ったんだぞ。G メール公開します、この人の。一生背負って生きていってほしいんで、重さを知ってほしいんで、人の。ただお前前向きに死んだ。さっき今のやつからもう一個送られてきたわ。お前フェニックスじゃねえから。お前、俺はすごい才能を見つけてしまったのかもしれない。もう一個来た、同じですから。ジャガンの力を舐めるなよ。全然変わって、なんなら前の方が良かった。俺がムクロは拾うわ。うんこちゃん、こっちの方がいいと思いますって。こいつなりに何かあったんだろうな。ちょっと聞こうか。ジャガンの力を舐めるなよ。全然似てない。お前ほんとセンスないわ。お前耳が悪いわ。耳が悪い。モノマネが下手とかじゃなくて、お前衝撃の事実を教えたのか。お前もしかしたらツンボかもしれない。一旦病院に行け。そのしゃがれ、モコみたいな声になってんじゃねえか。全然違う。失格。失格です。一番上手かったのこいつじゃねえかよ。ほら、いつもだったらさ、こういうくだらない企画やったらバンバンみんな送ってくるのに、さすがのみんなもヒエのモノマネはできねえっつって、なんと3人しか参加しませんでした。ねえ。驚きません？だから俺の説は、今正しいというふうに、今、納得しただろ？ヒエのモノマネだけは人前でできない。遠慮するわ。みんなからヒエのモノマネが届くまで俺は、繋ぎ続ける。いっぱい来たわ。聞きましょうか。銀河の果てから連絡が来たみたいだぜ。お前からありがとうなんてな。ちょっと似てる。オリジナルセリフで攻めてきたな。銀河の果てから連絡が来たみたいだぜ。お前からありがとうなんてな。あ、なんかちょっとちっちゃめで言うのがあれなのかな。ゼル戦前のセリフ。みんな、勢いが吹き。俺が行く。あいつは昨日、舐めた真似をしてくれたからな。あ、お前最下位の。俺が行く。あいつは昨日、舐めた真似をしてくれた。おめえ、どんな顔して撮ってんだよ、この、かっこいいセリフを。
でも、ある、かっこいいよな。俺が行く。あいつは昨日舐めた真似してくれたからな。あの、コップを割ったところな。わかるわ。これはね、期待できるよ。ジャオ演説国リアですってところ。くらえ演説国リア定点です。やっぱ、ヒエのモノマネって難しいんだよな。ダメなんだよ。めっちゃうまいやつ来ねえかな。めっちゃうまいやつ。いい腕だ。殺すには惜しい。いいな、お前。おい、お前あれだな。ヒエの声優死んだらお前がやれよ。お前もう俺今。ちょっとさ、あれしよう。余命1年のためにが死んだ時これ送ろう。これ良くない？ねえ、みんな、これすげえプレゼントになりそうじゃない？いい腕だ。殺すには惜しい。すげえ、お前、ひえじゃん。すご。いい腕だ。殺すには惜しい。お前、そのチョイスがいいわ。すげえ。そのセリフよく選んだなっていう。俺が勘違いしてたかもしれない。うまいやつがやれば、ヒエのモノマネでも受ける説が出てきた、俺の中で。青龍を瞬殺し、誘白に何回切ったか、ゆうすけに何回切ったか問われた時のヒエ。ヒエマニアが来た。16回だ。16回だ。全然似てない。うわ、もったいない。いいセリフのチョイスだったんだけどな。やっぱ難しい。別に貴様らを助けたわけじゃない。あのあれな、四死生獣との戦いの時な。しかも女から来た。お前、女の比叡とか、俺マジで本当お前のことぶん殴りに行くかもしんねえぞ。おいなあ、お前女で比叡で滑ったら俺マジ許せねえかんな、おめえのこと。見えるか、貴様の火遊びとは一味違う魔を秘めた本当の炎の術が。邪眼の力を舐めるなよ。女じゃなかったわ。女みたいな。で、うまくね、こいつ。こいつめっちゃうまくない？女みたいな名前してるけど男だわ。見えるか、貴様の火遊びとは一味違う魔を秘めた本当の炎の術が。邪眼の力を舐めるなよ。もっと、ちょ、お前、待て。お前、感情、ちょ、待て。もう一回送ってこい。お前、感情がこもってない。もっと、ちゃんと、もう本気で送ってきて。動画付きで。それを今から流そう。お前の動画を。なあ。メガネかけて、なんとか顔変装して、もうお前の、全部をくれ、俺に。おい。もしかしたら今日でお前の人生変わるかもしれないぞ。俺の視聴者の中に映画監督がいて、こいつ使いたいって。ちょっとお前、動画付きでくれ、頼む。お前の全力を俺にくれ、頼む。まだできる、お前は。お前今すごい才能を開花しつつあるぞ。なあ。今あれだ、俺限界師範が桑原一馬に抱いている感情と全く一緒な。あの、鳥の卵から羽化する前のぼんやりとした居心地のいいオーラがお前から感じる。見えるか、貴様の火遊びとは一味違う魔を秘めた本当の炎の術が。邪眼の力を舐めるなよ。もっといけるわ、こいつ。こいつうまいわ。さっき俺がボロクソ言ったやつが三つ目送ってきたわ。先に言っておくぞ、お前が負けたら次は俺がやる。ルールなんぞクソくらいだ。トグロ戦な。文句のあるやつは俺が殺す。皆殺しだ。お前ちょっと、お前この短、おい気づいたか、俺がこうやって本気になってやってるから、この短期間で、この素人なのにここまで演技力上げてきたんだよ、なあ。これだよ、みんな。真剣になるっていうのが。な？真剣になれば人はこんなに変わるんだぞ。なあ。これだよ、人って。人の凄さ。これが人間の凄さ。トグロもびっくりしたぞ、今。なあ。お前たち。これがお前たち人間の凄さっつって、バタって倒れた。妙国界でトグロも報われた。今お前の三つ目の。邪眼の力を舐めるなよ。
これあれだな、才能ないけど、あれだな、気持ちこもってるタイプの一番ゴミな。才能ないくせに、調子乗ってるやつ。今ので一気に冷めたわ、この企画が。お前が全て終わらしたわ。すげえ俺の中で熱が入って、演技指導に、俺今坂上忍の気分でやってたのに、お前のせいで一気に冷めたわ。邪眼の力を舐めるなよ気持ちが入ってる。相当。相当気持ちが入ってるな、お前。テーピングガチガチ、テーピングガチガチ、テーピングガチガチ。なんだこいつ。お前そんな赤木武則のモノマネ、俺に勝てると思ってんのか。次回やるんだよ、赤木武則選手権は。貴様が砕いたカップの切り口を見たぞ。鋭い刃で切ったように見えるが、端が少し溶けている。技が荒いな。お前ら気持ち悪いわ。よかった、俺より下がこんなにいっぱいいる。俺より人生終わってるやつがこんなにいっぱいいるのがすげえ嬉しい。こいつらヒエのモノマネして生き返ってる。俺は今生きている。安心する。俺は今生を実感してる。嬉しい。俺よりダメなやつがこんなにいっぱいいる。俺はまだ生きていていいんだ。俺は生を実感している今。貴様が砕いたカップの切り口を見たぞ。鋭い刃で切ったように見えるが、端が少し溶けている。技が荒いな。似てる。ちょっと似てるし、こいつ。やっぱヒエのモノマネ、地味な、中学校とか高校の時とかやるんだろうな。ヒエのモノマネ選手権。クオリティが高い、みんな。勘違いしてる奴が多いで、黒竜派は単なる飛び道具じゃない。術者の能力を爆発的に高める。餌なんだ。やっぱちょっとちっちゃめの声で、あ、なんか俺もちょっと分かってきた。勘違い、勘違い。なんかそれぐらいだな。長沢くん的な感じだね。ちょっと俺もできそうになってきた。おめえらから学んで。まあ、披露する機会一生ねえけどな。ハンマーコネクト！ゴルディオンハンマー誰だこいつ。聞いたことあるけど。今回の、ヒエの声丸選手権。優勝はこの人に決まりました。邪眼の力を違って、こいつゴミだ、一番ゴミだ。危ねえ。才能ないクズだ、こいつ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。タイトルが一緒だから騙された。そういうとこもムカつく、こいつの。見えるか。貴様の火遊びとは一味違う魔を秘めた本当の炎の術が。邪眼の力を舐めるなよ。こいつの全力、お前の全力でぶつかってきてほしかったな。こいつの全力が見たかった。でも意外と、やれるときはやれるんだな、みんな。やれるときは。伸びしろ感じるよな。伸びしろ。長ゼリフにも挑戦したみたいな。感じだよね。いや、うまかったわ。俺の説が覆されたわ。ヒエのモノマネ、絶対、どんな上手い人がやっても滑る説。